日銀仙台支店は今月の東北全体の景気について一部に弱さが見られるものの基調としては緩やかに持ち直しているとして3ヶ月連続で判断を据え置きました。個人消費については行動制限の緩和に伴い飲食や宿泊などのサービス消費を中心に改善が見られるとして判断を緩やかに回復しているに引き上げました。一方生産では世界的なインフレに伴いパソコンなどの市場が減速し国内の電子部品の生産量が落ち込んでいることなどから持ち直しの動きが足踏みしているとしています。日銀仙台支店は新型コロナの感染が落ち着き物価上昇にもかかわらず消費の回復テンポが上がっている。この持続性を考える上で賃金の伸びがどこまで継続するかが重要になると説明しています。